金だからね、あれ。だってアメリカなんてさ、大学出るまでに日本で言うと2億円ぐらいかかんだよ、あれ。もう完全金持ちの子供の行くものになってんだよ、アイビーリーグは。もう。だから日本に、もうね、アメリカって本当に、その大学4年なんだけど、4年ってのは日本の大学でいう2年生ぐらいまでなんだって、要は。基礎教養レベルで、もうみんな、ドクターとか取るんだって。あっちの優秀なやつは。で、ドクターまで出て、初めて、だから日本でいう本当に東京大学卒みたいなことらしいのよ。で、さらに、企業の研究者とか、なんか軍事とか、そういう、もう本当にプロの教授として働くには、そこからさらに博士課程を取るっていうシステム。だから要は、本当に金持ちだけが行けるシステムなんだよね、アメリカは。で、まあ、ただ、募金文化だから、かなりその、ビル・ゲイツだっていうさ、かなり教育に力入れてるように、貧しい子でも行けるようになってんだよ。金持ちがじゃんじゃん、ジャブジャブ、大学に恩返しするから、みんな。特にカリフォルニアの大学なんてさ、Google とか Apple ともう繋がってるからね、教育施設が。だから、どんどんもう大学にお金投資すんのよ、あっちは。で、大学でもう、投資家も来て、もうそこで、新しい技術の開発してる学生にはバーンって何億ドルとかさ、もう資本主義のシステムがさ、完全カリフォルニアのスタンフォードとか出来上がってんのね。すごいよ、だからあっちの教育ってまさに。もう資本主義の一役を担ってんのよ。で、多分日本でそれやってんのは、まあ多分慶応の SFC だけぐらいだよね、今んとこ。まあ、SFC はそういう感じ、湘南の。うん。ただ他の大学は未だにやっぱ就職予備校だからね、基本的に。あんまり勉強しないじゃん、大学入ったらみんな。8割ぐらい勉強しないじゃん。うん。だから受験が超大変だからさ、日本の場合は。もう受験勉強で力尽きるね。あっちは入る試験は全然優しい。まあそれなりに振り落とされるけど優しくて、もう入った瞬間に超厳しいのよね、あっちは。本当に毎週3冊ぐらい読まされて、論文提出。4年間。うん、だからすごい、あっちは本当に大学卒業するのすごい大変らしいのよ。奨学金とかもあるし、お金の問題もあるけど。勉強しなきゃ本当に出れない。うん。みんな東大の教養みたいな感じらしいんだよね。うん。だから、まあ、日本の教育がどうなるかわかんないけど、もう、俺はもうちょっと手前で、子供の教育とか、中学生の教育考えたら、とにかく楽しくするっていうのをなんか社会のコンテンツに作れればいいなっていう感じ。だから、ウゴウゴルーガとかポンキッキーズってあったじゃない？小さい頃。90年代にさ、フジテレビの朝やってたじゃん。俺の一番教育の理想のイメージは多分あれなんだよね。うん。あれをもうちょっと固くする。ただあれってすごいアバンギャルドでお酒ん出てさ、でなんかいろんな、今見るとさ、なんか結構アバンギャルドなフランス映画の引用とか映像でやってたりすんのよね。クラフトワーク使ったりとか、BGM でさ。で、明らかに革新犯でやってるわけよ、そういうことを。テレビ作ってた人たちが、大人たちが。そういう教育で、アバンギャルドとしてのアートとしての教育っていうのを作れたら、それはかなり可能性あると思うんだよね。めちゃくちゃ。で、面白そうでしょ、それ。実際。ああ、そうだね。で、多分教育だったら企業もお金出し、アートってもうお金出せないもん、なんか。個人が勝手にやってるだけの話だから。うん。ところが、教育っていうのをつければさ、数学とかさ、家庭に、例えば音楽教育で学びになるんだよってなれば、ベネッセとか企業とかを呼びやすいから、お金も。だから教育って看板は大事なんよ、マジで。うん。で、教育って全部だから、要はこうやって今話してることも教育だしさ、パソコンのプログラミングも教育だし、家庭の問題考えることもそもそも教育なわけよ。教育でないことを探そうが難しいぐらい、本当は。料理だって教育だしさ、うん。だから今学校の勉強って絞られちゃってんだよね、なぜか教育っていう分野が。うん。あれはあんまりさ、まあ重要でないとは言わないけどさ、日本の教育はすごい優れてると思うけども、なんかみんながこう抑圧のものになっちゃってるのも確かじゃない。学校の勉強が嫌いになるっていうのが。うん。
そこをやっぱ解放したいよね一つで。多分俺そういうのをドラッカーから教わったから、ドラッカー以上に超えたいってのあるかな。うん、だポンキッキーズですよ、やっぱ作りたいな。ポンキッキーズがこあのまさに公共の場でポンキッキーズができたら最高だよねなかなか難しいかもしんないけどさ、うん、そう俺の教育哲学はそういうのがビジョンとしてある、うん、ただまあ人によってね考え方違うからね、一概には言えないんだけどね、ただ賛同してくれる人は多いんじゃないかなとは思ってるから、まあそうやって考えてるよ。教育ってどうしてもさ、その難しいよね、成果を求める人と求めない人があまりに差がでかい分野でもあるじゃん。うん、だって貧乏人の家庭の子にとってはさ、多分本当にあのモンスターペアレンツってさ、うちの子だけ面倒見てくれればいいっていう思想なんだもん、あれはっきり言って、うん、でモンスターペアレントじゃないって子はお金で済まして私立に行かせる家庭ってのは、ちゃんとうちの子に学びを教えてくださいって親でしょ。要は月あの年間100万ぐらい払って私立行かせるってことはさ、そういうことじゃん。そうだね、うん、そこの差だから、それはもう何言っても無理なんだって。だって学校の先生に勉強じゃなくてしつけを教えてくださいって言ってんだぜ今学校はしつけの、公共学校はしつけの場所にしたら先生そりゃ腐るよそれ家庭でやんなきゃ無理だもん。だってそれは、うん、だから全然教育ってものがさ、全然筋違いになっちゃってね今。めちゃくちゃおかしな話だよねそれは。そんなの自分のさ家で見てあげなさいって言いたくなっちゃうよねそこは、うん、ただそこを NPO っていう形で、例えば生活指導とかも、なんか例えば週にね、あの4時半ぐらいから20分間マナーの勉強をしてあげるとかね、例えば週に1回土曜日に将来の仕事の話をしてあげるとかね、 NPO の人が、外部の人が。そうすることによって、じゃあ国語算数理科社会何のためにやんの、学校の勉強何のためにやるのっていうさ、一つ外の人が教えてくれればさ、学校の先生が言うとそれは指導であり強制になるけど、外の人がちゃんとした言葉で言ってくれれば、多分子供たちはちゃんと聞いてくれるんじゃないかなと思うんだよね。うん、で学校の、なんかまあちょっとヒントになるかどうかわかんないけど、俺、うん、昨日あの池上明シリーズを YouTube で見てて、なんか、うん、近代史とかやってんね、うん、あ、そうそう、でその中の一つで、うん、世界を知れば大阪が変わるってやつがあって、あるね、うん、で大阪ってやっぱりこう貧困率も高いし、学力の全国平均よりかなり下回ってるというか、もうワーストの部類に入る、ね、毎年。まあね、うん、それであんなに大都市なのに、まあ、なんでこんなに学力が低いのかということで、うん、いじめの問題もすごくて、でこんな大阪をどうやって改善していこうかっていうので、まあ、世界にまず目は東京とかじゃなくて世界に目を向けてみましょうとかっていうので紹介されたのが、なんかオランダの教育でね、ほうほう、うん、オランダって小学生で1年生、うん、あ、消えたかな、もしもーし、4、5、6年生クラスってやつ、あ、今ちょっと聞こえなかった、もう一回言って。1、2、3年生クラスと4、5、6年生クラスに分けるんだって、うん、ほう、それなんでかっていうと、うん、1年生は2年生、2年生は3年生に、うん、勉強を聞くのよ。なるほど。上の学年の子たちが下の子たちに教えたい、同じクラスの中で。へぇ。それで、その上級生は、ま、再確認になって、その人に教えるってことはまた学力が上がるってかって、それがベースになっていくじゃんか、人に教えることになって初めて、理解量が深まるというか。で、まあ、そういうふうにこう教えていくっていうのと、あと、同じ教室の中で一人一人、やってることが違うんだって。
ほうほう。あの授業がね、同じ空間の中にいながら、うん、それぞれの取り組みをやってると。ほう。それぞれの やりたい能力、あ、伸ばしたい能力に、うん、あの合わせてやっていくっていうような、まあ、教育の仕方が一つと、あと、うん、いじめ問題対策で、うん、なんか面白くて、うん、あの自分はどんな人間ですかっていうので、まあ、単純に3パターンに分けて、例えば喧嘩した時に、うん、あ、消極的になってしまう青いカードの人、うん、仲裁をしようとする黄色いカードの人、うん、攻撃になってしまう赤いカードの人って分けた時に、まあ、自分は何だろうと思ってこうパッてやってみて、でロールプレイをするんだって、うん、そのいじめの場面と、うん、子供たちが、うん、最初は自分の役割とかするんだけど、この次にじゃあ消極的な青い色のカードの人が、うんうん、あの赤い色のふりをしてロールプレイしてみましょうってなって、うん、その子がいじめる側に回ってみたりとか、ほうほう、仲裁する側がいじめられる側に回ってみたりとか、うん、まあ、いじめる側に、またいじめる側がいじめられる側に回ってみたりして、うん、そのロールプレイをさせることによって、あ、このいじめられるっていうことはこんなに辛いことなんだとか、こんな嫌な思いをしましたとかさ、うん、本当そんな単純なことなんだけど、そういうロールプレイをすることによって、あの、まあ、相手に対する機会度を深めるっていう、うんうん、ようないじめ対策をやっていて、で、あと、あの喧嘩をしたら中さ、あのそのロールプレイしたことを生かすために、うん、先生は間に入らないで、うん、子供たちの中で解決するっていう、その、なるほど。ってるんだって、ああ、よく考えられてるね。なるほど、なるほど。要は本当にそのプレイを、役割とか機能で、いじめというのはこういうシステムなんだよってのを教えるわけだね。うん、なるほど。面白いね。まさにさ、池上さんってそういうのをかなりさ、知見としてこう、まさにあの人知識ロードで伝えてくれるじゃん、テレビ番組とか、マスメディアで。面白いよね、あの人はね、本当に。面白い。池上彰はかなりね、俺、やっぱ信頼できると思うよ、あの人は。相当。だ、多分、教育ってね、そういう意味においても、やっぱ一番イノベーション必要なんだよね。全部において。で、あれ、聞こえる？聞こえる。今、あの、警察が来たから、ちょっと電話落としてたけど。全然。うん、イノベーションって意味で本当に教育が一番できるんだよね、本当。うん。だから、なんかもう、教育いいんじゃない？教育を仕事にしようよ。それ一番良くない？だって、なんかこうさ、お金をもらうのも一番こう、道理的にいいじゃん。気持ちよくもらえるじゃん。堂々ともらえる。堂々と、だって親からもらえばいいんだからさ、その、なんでこう商売がさ、多分翔平君もそうだけど、ちょっと嫌かっていうとさ、やっぱお金と対価交換でしょ、資本主義のやり方って。で、それってやっぱ商品の物々交換で、やっぱあの紙切れとさ、やっぱ食い違う価値じゃん。だからそこがなんか多分嫌なんだよね。そこが多分なんかこうおかしいことが歪むわけで、そもそも教育っていうのが多分経済とかを多分中枢に実はあって、そもそも教育がないと、だって紙切れの価値もお金だと分かんないしね。やっぱ。だから、そう、全部を決めてんのが教育なんだよ、そもそもあれ。そもそも金融学とかで決めてるわけでさ、お金の価値だって。ああ、本当だ、リヒテルズ・ナオコって人の本があるね。よく言われるのはさ、あの、スウェーデンの教育はよく言われるじゃん。うん、東北欧の教育はすごい進んでるって。ただ、なんか一方で、日本でさ、北欧教育やるにはやっぱ教員が足んないとかね。お金かかる。うん、お金かかるとか言われてるんだよね。だから、どうやってこう教育の現場で参加していくかだよね、外の人が。だから本当に今人手足んないと思うよ、俺、マジで。なんかこうやって見てるとさ、なんかみんなアーティストとかにはなりたいけど、実際に現場でちゃんと働きたいって人は足んないんだよね。
暇人もすごいこんなに増えてるのにさ、要はニートとかってさ増えてるけどさ、もうはっきり言ってみんな現場が嫌だっていうことでしょ、こういうそういう問題も自分の頭使いたくないよってことじゃない。だからニートの子だってさ、教育分野だったら働けるわけよ。うん、変な話だってが人に教えるっていうことであればニートの子だってさ絶対自分の人生を使えると思うんだよね。ゲームでもいいよ、なんでもいいし。だからなんか全員が活躍できるのは俺結構教育かなと思うの。どんな人でも活躍できるよ、教育だったら。教育者にみんながなるってこと？なれるよ。だって株式会社だったらさ、やっぱり能力で判断されるけど、教育ってさ基本的に自分の分野のプロとしてね、なんかちょっと特技があれば教育者にはなれるもの。誰でも釣りが得意とかさ、そういう農業が得意とかさ、車の運転が得意とかさ、全員がなれる唯一の職業は多分教育者でしょうこの世の地球のうん。だから別に食べるのがうまいとかでもいいわけでね変な話、私はこんな本が好きです。じゃあ、うん、例えばその教育っていうことからもう少し絞ると、うん、教育者に教育をする場を与えるみたいな。そういうこと。だからかなり例えば農業がちょっとできる人が、うん、なんだろうな、まあ、小学生たちをじゃあそのね、田舎の方に連れて行ってなんか農業研修みたいなのをたまにやってはいるけれども、うん、そもそも子供たちに教育、学校と組んで子供たちに農業をちょっと体験させるっていうこともあるけれども、どういう人たちが教育者になれるかわからないけど、例えばその親の手伝いをしている中学生がもっと下の小学生たちに農業っていうものを教える体験の場として、うんうん、大人じゃない人たちに体験してもらうとか、うん、で多分そこで多分システムっていう話になってくるんで、まさに組織とかがないとそこを個人個人でやってたらもう絶対無理なのよねで多分組織っていうものを作ってちゃんとメソッドとマニュアルを作って、ここでこうやる、ここでこうやる、例えば農業のをマニュアル化しといて、もう例えばね東京に地方の一斉に農家さんに一日だけ来てもらって体験のレッスンをどっかの学校でやるとかさ、でそこでののまあそこで例えばその運営とかギャラとかを農水省とかのとか、まあ、JA とか絡んでお金を出してもらってね、そこでやって農業の楽しさを伝えてもらうイベントを開くとかさ、多分そこでそういう風な実務の多分経営能力っていうか仕事力が出てくると思うんだよね。多分個人個人でやってたらもう無理でしょう。そうは言っても理想論で終わっちゃうじゃん、そういうものって。多分システムがないとなかなか、だってさ、翔平くんだって変な話、今どこにも今のところ所属はしてないわけでしょ、ちゃんとは。そうなんだ。うん、だから所属してないって話なんよ今。それだけの話で、所属してて例えば翔平くんが芸能事務所所属してたらもう俳優なんだから、少なくとも。で農家のなんか社員でちゃんと社員として社員証を持ってたらもう農家の社員なんだから。だから農家の社員としてもうそのプロフェッショナルとして仕事ができんのよ。それだけよ所属って。だからそうすると相手方としても話を通しやすいわけ。責任が生まれてるから。ところが所属がないとさ、なんかこう、どうやっていいかもうつながりようがないから難しいよね。多分レイヤーで言ったらさ、レイヤーがない人ってやっぱレイヤーっていう言葉わかる？レイヤーって要はフォトショップとかってわかる？イラストレーターとかさ、パソコンのソフト、フォトショップでね、要は例えば黒の面は黒レイヤーってあって、赤の色を塗るとこは赤レイヤーって言って層が別で違うのよ。なんて言ったらいいのかな、その多層層が いろんな風に分かれてて、ここは表面、ここは2層目、ここは3層目っつって断層が分かれてる、それぞれの断層をレイヤーっていうのね。
まあ、土でいうと赤土とさ黒土が違うじゃん。でそのレイヤー別に社会って成り立ってて、ちょっと難しい話になるけど、でその 社会のレイヤーで多分今っていろんなもうレイヤーが複層に分かれすぎててさ、見えにくくなってんのよ。学校の先生と家庭とキリスト教と、なんとかなんとかと、なんとかなんとかと、なんとかなんとかと、そこをね、一つこう、串で通せば、なんかこう、違う視点が見えてくるのよね。で、さっきのキリスト教の教会の話もまさにそれで、その教会っていう風に見ると、信者からの寄進で集めたただの建物としてしか見えないけど、それを貧困対策の各地にある、最後の駆け寄り場所みたいにしちゃえば、かなり教会の役割ってもっと明確になるのよ。うん、っていう考え方とか組織マネジメントを学校とか教育分野においても導入できないかなっていう話。ちょっとまあ話がちょっとね、難しいかもしれないけど、レイヤーっていう発想なんよ俺。うん、だから翔平くんだってさ絶対できることがあるじゃん。そうするとで多分近所に隣に住んでるおばあちゃんだって できることがあるはずなんよ、どの人でも。うん、必ずできることがあるんだけど、今は日本にはやっぱり昔の市の交渉を引きずっちゃってるから、一人一職業なんだよね今日本の問題点って。それが多分日本の一番の問題点。もう要はカエルの子はカエルっていう階級が出来上がっちゃってるから、要はその人だっていろんな可能性があるのにさ、職業選択の自由もあるのに、その一つの仕事を選んだらもうそれでずっとやりきんなきゃいけない。それがね、なんか問題だなと思うんだよね。うん。本当はできるんだよ。教育者にも、週に一日ボランティアで教育者にもなれるしさ、ゴミ拾いする人にもなれるし、実際それによって自分の見てる人生の価値観がどん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 変わっていけるはずなんだよね。うん。で、そうしていくと多分働き方自体も変わっていくはずなんよ、めちゃくちゃ。で、この仕事はもっとうまくできるんじゃないかなっていう風に、自分の本業に対しても響いていくのよ。そういう別の仕事ってのは。で、ドラッカーは実際それを実践してたと。うん。っていう、なんかこう、他のレイヤーの発想、マインド、なんか持ち込めないかなという風に思うな。だし、今のさ、学校出てね、普通の貧困家庭に生まれて学校出たらもう分かんないでしょ、社会にどうやって出たらいいのか。どうだろうな。だってそりゃニートになると思うよ俺嫌だもん。だってもうコンビニのバイトしかないんだよ、時給900円ぐらいのなんか働く気する、そんなもん。家でパソコンでネットでゲームしてた方がいいってなるでしょ。ところが社会にはやっぱ学ぶべき場所があって、ちゃんといいね、まあ、宗教学であったり哲学であったり、なんかゲームでもプログラミングであったり学んで自分で作り出して社会にね、自分の才能を作り出してどんどん価値を届けるっていう本当の仕事ができればさ、誰だってクリエイターだし誰だって教師になれちゃうわけよ、パンと。今の時代は中世じゃないから誰でも本当になれちゃうけど、今のところ学校ではそういうことを教えることできないんだよね。うん、そんなことを。公立の学校は基本的にそんなことをできない。で、多分民間の寺子屋的なものが必要になってくるけど、まあそれやってるのはやっぱりお金持ちの私立だけに限られちゃってるっていう状況。そこでその中間点を作れないかなっていう話で、まあ多分最初はネットからになるでしょう。ネットからだんだんブログとかで情報を集めてって、なんかね、ネットで、で多分独学でタダで学べるデジタルの教科書があれば最強だからね。うん、本って結構だからそういう意味じゃ使えるよね。本があればさ、日本の例えば大分だろうとさ、本一冊で情報にアクセスできてさ、ホームページ作れて、自分の仕事も16歳からでもできるじゃん。ホームページ作る仕事とか名刺作る仕事とかさ、自分の畑作る仕事だって今できるでしょ、多分子供の時からでも。それの情報にアクセスできるかどうかって多分ちょっとしたことなんだよね、多分ね。うん。で、多分翔平くんもそこで多分今迷ってんだと思うよ。
福岡行きたいとか言ってるけど、多分さ本当のとこ福岡行っても多分そこのマインドで迷ってるから、あんまり場所は関係ないでしょ正直。福岡とかさ大分とかねえ東京とか、うん、まあその、うん、機会がね全然違うかなと思ってるし、うん、そのそうだな、なんで福岡に行きたいかというと、うん、まあ一つに最近あったすごい面白い人たち、面白いっていうのは、まあ、この前言ったホットライン関係の人たちとか、うん、NPO の、まあ、行政が作った NPO がこんなことをやってますよっていう、うん、福岡に何団体の NPO があって、うんうん、そこのその事業内容とかも全部こう網羅した情報をくれたりとか、まあ、いろんな交流の場を持ってくれる行政の請負の会社になるのかな、行政法人、ね、うん、その社員の人と会って、うん、NPO 関係嫌だったらうちに来なみたいな感じで、いろ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 出会えるよみたいな感じで言ってくれたりとか、あとはそうだな、まあちょっとフラメンコを習いたいなと思ってて、まあ、そんなのなんかアナログのね、アナログの自分の楽しみを持ちたいなと思って、うん、で、まあ、そういうのでさえ、やっぱり機会は都会にあるからね。そうなんよ。だから、うん、だからそれを、まあ、求めて。いや、変な話、本当に機会だけだよ、今。まさにチャンスだけだよね、今の社会って。だってこれだって、その NPO の一声だけじゃん、仕事が決まるかどうかもさ。で多分ニートの子もニート脱出ってその一声だけじゃん、こんな通信高校があるよっていうさ一声だけでしょ。なるほどね。でその一声を与えられるかっていうのが多分まさに一番教育の今の問題点なんよ。一声、多分学校の教育の中でちょっとカフカをちょっとやったことによって小説家になるって人いっぱいいるからね夏目漱石をやったことによって僕小説家になったっていう人は、で多分機会を与えることが教育の多分本質なんだよね。そこ出会いとか機会が、そうそう、あのね、さっきのオランダの話の続きだけど、中学生ぐらいから職業選択をしていくんだって、うんうん、勉強したい人と勉強しなくてもいいっていうパターンも中学生の選択肢の中の一つに盛り込むんだって、うん、で中学生の時点で職業訓練所っていうのを作って、うん、まあ、いろんなその技術を磨いていく、でもう勉強はもう捨てるというのを中学生の時点でもう選択させていくんだけど、でそこで先生が言ってたのが、この今学んだ中学校7年生とかで学んだ技術をそのまま活かして大人になってほしいとは思ってないんですって、うん、だけども自分でそうやって選択して主体的に学ぶことによって、うん、学びのそのプロセスを学ぶっていうことの重要さを気づいてほしいですみたいなことを言ってて、なるほどなっていう、ね、なるほどね。いや、それがやっぱ一番大事だよね、まさにやっぱ学びのプロセスの学びだよね、本当にラーニングオブラーニングだよな、まあ、それ、うん、だから例えばさ、いつか将来失敗するときのために失敗する学びを学んどくみたいな、うん、そうそうそう、挫折だっていいわけね、中学生ぐらいで、そうそうそう、ね、でもそれをどうやって切り抜けるかとかっていうことを学ぶっていう、いや本当だよ。だってさ、いや俺めちゃくちゃ、なんで日本からアントレプレナーとか起業家出ないかっていうと、まだ失敗を教えないからだよねあ、うん、だってテストの点0点1回取ればダメっていうような仕組みにしてあるから、それしみんな失敗が怖くなるんだよ。ところがさ、アントレプレナーとして成功するには15回ぐらい失敗しなきゃいけないってなったらさ、15回ぐらい学校で失敗させればいいわけよ。学校だったら失敗できんだから、会社と違ってお金かけずに、はいはい、で学校で失敗させる訓練をしないから、会社とかで、会社で失敗したらもうダメだからね、マジで。まあ1回ぐらいだったら済むけど、30回とか失敗したらもうアウトなわけで、学校で失敗を学ばせるって言ったら最高だよね。それちょっといいよね。俺それは本当に学校で失敗を教えてほしいもん。で失敗しとけば成功ができるじゃん、ね、うん、成功の確率が高まるよね。そう、成功の確率が高まるもの。
どうやったらいいのかが分かるからね本当に。でなんで日本からこういうさすごい人本当しにくいかっていうと、やっぱりクリエイターとかアーティストだけに失敗を任せちゃってるからなんだよね。研究者とかだけに。普通の人がもっと失敗をすれば成功みんなできるようになるんだよ変な話、失敗は成功のもとなんだよまさに。うん、学校のテストでも一回0点取っても0点今回取ったら しょうがないけど、全部ちょっと自分でじゃあ問題作って自分で100点、自分が100点取れる問題をちゃんとした問題を作ってみみたいなさ。俺やりたいのはまさにね、自分で自分のテスト問題作らせる勉強はやりたいんだよね。もう自分で最高のテスト問題、自分にとって解けないようなそれが多分知性のね一番大切なことなんよ。今全部テスト問題教師が作っちゃってるでしょあれ。多分ね、あの北欧なんかではかなり問題を自分で作らせるって教育があんのよ。あの答えじゃなくて、うん、だから答えがあって、むしろ答えがあってこうなるような質問を作りなさいとかさ、例えば壊れちゃったガラス瓶があります、こうならないようなガラス瓶のなんかこう、だから普通の化け学を使うんじゃなくてちゃんとこう使えるような化け学にするには問いかけを作らせるってことがすごく大事なのよ。クエスチョンを作らせることが。日本の教育の問題点はもう全部答えアンサーしかないじゃない。で多分問いかけがないからあんまりクリエイティブになんないんだよね。うん、問いかけができれば、だって例えば今仕事がない、じゃあ俺はどうやって仕事が作ればいいのかっていうのを問いかけができればさ解決できるはずなの絶対に。うん、答えをなんか問いかけが先に前提して答えを求めちゃうとやっぱ問題作れないから先に進みようがないでしょ。で多分知性ってそこで止まっちゃうんだよね。うん、答えなんて大切なことは大体ないしさ、なんか例えば今のキリスト教の話でも教育の話でも最高の正解なんて大切なことないわけで、問題を作れる力だけがあの答えまでミッションをさ成功できるわけよ。それを子供のうちからやってんのがユダヤ教育なのよ。それでつなげたいのは、うん、ユダヤ人たちはユダヤ人たちすごいよ。ユダヤ人のね教育本結構面白くてね、本当に頭良くなるよあれすごいよ。だって家庭でユダヤ人の家庭、ユダヤ式天才のレシピっていう本があってね、これめちゃくちゃ面白いんだよ。ユダヤ式天才教育のレシピ、与えるより引き出すっていう。でアンドリュー・サターっていうユダヤ人の人と奥さん日本人で書いてんだけど、これ面白くて、まさにさっき言った、ラーニングを重視してんのね一番。で子供自身の好奇性と自発性だから、もう学びたい気持ちを引き出すことを最大限に置いてる教育なんよ。だから常に楽しくなるような本を学校の本でも家庭でも本棚に置いとくんだって。でスパルタでテストにするんじゃなくて、自然に例えば図鑑なりなんか宗教学にせよ自然に楽しく読ませるようにすんだって。あ、そりゃ頭良くなるわと思ったよだからそれビル・ゲイツとかスティーブ・ジョブズとかみんなユダヤ人はこんな教育受けてるから、それ頭いいのよ。あれ開発できるもん、自分で作ろうってなるのよね。そうちゃんとレシピがあんだってユダヤ人は、そのラーニング。うん、で日本の教育これ読んだら真逆のことやってるのマジで。徹底的に勉強しないように、勉強を学ぶことをつまんなくするようにやってんのよ。まさにあの、まあ、センター試験はまだいいよ。あの学校の漢字テストとかさ、まさにあれ漢字書くの嫌いにするためにやってるしさ、あ、絶対嫌いになるよ勉強が、あれ。俺が嫌いなんだから。こんなに好きな。うん。で、単純な話で楽しくしちゃえばいいよっていうのがユダヤ式教育なんだよね。うん、で伸び伸び自由に楽しくしちゃえば勝手に天才になっていくよって発想だから至極真っ当だしさ、うん、で親はそれで、まあ、本とか辞典を買ってあげることと美術館や博物館に連れてあげていくことって言ってるんだけどね、親のやることは、うん、その連れていくことは家庭でやるしかないから、
連れてってやるっていう。だからすごくさ、研究者とか数学者とユダヤ人多いじゃない、とにかくノーベル賞もさ。だってマルクスだってそもそもユダヤ人だしね、あれも。それはこういう教育を受けてるからなんだよね多分。だユダヤ式教育ってのはあるな。いや何にせよやっぱりあれだね、教育でじゃない、今まで言ってきたことを総合していくと。うん、なんか全てさ解決できる、そのメソッドは教育っていうものをベースに置くことじゃない。あれやっぱ音楽とかさ芸術とかってさ、そのなんか範囲が狭すぎんだよね、映画とかって。なんか人間って、まあね、そうね、そうなんよ、メディアとして狭いもの。うん、映画もそだって、そうだね、まあ、イノベーションっていうかその革命っていうことを考えたら、まあ、そこが一番だって、教育って分野で映画を引用できるじゃん。翔平くんだって映画もう俺より散々見てるでしょ。そしたらグランブルーをさ、例えばグランブルーを、リュックベッソンのグランブルーを使って一つ人生の授業ができるもの。それ多分翔平くんやったらめちゃくちゃ面白いよ。それ俺にはできないもん、それ。うん。もうそしたらさ、映画を自分で撮ることができなくても、脚本できなくても、映画、どんな映画監督よりも映画の、なんか仕事にしてるよね。うん。で、そしたら映画の、なんかどっかの配給会社からさ、そういうブログでも書いてれば仕事が来るかもしんない、マジで。ちょっと講演してください、みたいな。うん。本当にそんな、そういうなんか仕事を自分で開発しちゃうことだよな。それって、例えば公立の小学校でさ、小さい頃から、まあ、ジブリでもいいや、ジブリの映画を使った教育とかやればさ、多分かなりそれを反対する人いないでしょ、今。マジで。で、かなり子供の教育としてもいいと思うんだけどね。で、多分公立でやるのは難しいかもしんないから、なんか近所の、なんだろう、施設のとこでやるとかね。うん。教育ってベースにすればさ、教育って要はエデュケーションってことはコミュニケーションのことだから、全部において使えんのよ。人と人とが話すことがもう教育だから。うん。教育じゃないものを考える方が難しいもの。教育じゃないことってなんかあるかって言ったらさ、なんだろう。なんだろうね。ないよね。変な話。教育じゃないことって。本読むこと、本書くこと、テレビ作ること、テレビ見ること、全部教育っちゃ教育でしょ。新聞読むこと、新聞書くこと。うん。教育ではないこと、ウディアレン、教育ではない。だからそういう意味で、教育ってものをベースに置けばさ、かなり人生のこう、価値基準がさ、仕事を重き置けるんじゃないかなって思ったんだよね。うん。っていう話でどうだろう。うん。最近ね、やっぱ哲学ちょっと見直しててさ、哲学でまたドゥルーズとかを読み直してんだけど、哲学から離れると哲学が分かったんだよね、いろいろと。で、まさに、プラトンとかソクラテスってこういうこと言ってたんだって、やっと今分かったんよ。国家とかも。あ、こういうこと言ってたのか、あれは、と。うん。ドゥルーズもこういう、ドゥルーズもしたかったことは結局教育なのかと。うん。っていうことが分かったからさ、これをどうにかしてこう人に伝えたいなっていうのはあるよね。めちゃくちゃ。なんかこう、だから学校の現場とかではなくても、こう資格がなくても教育者になる方法を考えようよ、逆に言えば。うん。それが一番手っ取り早いんじゃない？だからなんか新聞記者になるとかでもいいんだけど、フリーライターになるとかでもいいんだけど、学校のその免許を持ってなくても教育者になる方法、何らかの形で、で教育者としてちゃんと稼ぐと、それが一番ねえ早いんじゃないかい。なんか止まっちゃったね。わかんない。でも、なんか翔平くんが一時期カウンセラーになりたいって言ってたじゃない。
カウンセラーになりたいっていうかさ、要は多分なんだろう、その人の言葉を引き出したいってのがあったわけでしょ、中には。そうだね、福祉施設で働いてた時にね、やっぱりこうモニタリングじゃないけど、一人一人と時間を取って話してたことがあって、外に出て働きたいっていう子もいれば、ここで留まって少し給与を上げてほしいとか、なんだろう、あの子が苦手だからどうにかしてほしいとか、料理を変えてほしいとか、いろいろ個人のとか、なんだろう、なんか彼氏ができてセックスを強要されるんだけど、どうやって断るかいいかとか、いろんなこう相談に乗ってたんだけど、なんかその相談に乗って一緒にこう話をするっていうことが、俺にとってはやっぱ話を聞くっていうことがなんか、楽しかったんだよね。あ、それがまさに、だからやっぱそれはまさに教育だな、一番の教育だな、それはまさにエデュケーションだよ。それをだから精神分析とかっていう形って、あれなんで偽善かっていうと、なんかこう対価の取り方が間違ってんだよね、今の精神科って。なんかこう、なんかなんていうの、精神のモヤモヤを晴らすみたいなことで取ろうとしちゃってるじゃん。なんかネガティブなんよ、要は一言で言っちゃえば、どっか目的が見えてない、ネガティブなんよ。じゃなくて本人のポジティブなとこを引き出してあげるってとこをやれば、そんなもうネガティブなもんをさ、もうそもそもだって誰だってネガティブな欠点もあるじゃない。要はあるんだよ。だからね、今の精神分析ってネガティブなことを吐き出させて、ネガティブに立ち返らして、なんかこうモヤモヤっとさせてるだけなんだよね、俺気づいたのは。そうじゃなくてポジティブな面を強調してあげればいいのよ。要は障害があったら、その障害を強みに変えちゃえばいいのよ。それ何も体の障害だけじゃなくて精神の障害だって。で、俺なんかペテルもね、そういう意味であんまりなんか信用できなくてさ、教育をする以外はね、多分精神病とかでもなんか改善ないんじゃないかなと思うね。変な話。だってネガティブな面を強調しちゃってるじゃん、あれも。ネガティブな面を言ったら、絶対ネガティブな面から離れらんないから、じゃなくて、アウトサイダー、天才、気違い、画家とかさ、もうそっちを強調しちゃうのよ。まあ変な話ね。なんかこの人は狂ってるけどすげえ才能があるんじゃないけどさ、すげえ才能があるってことが、なんかこう引き出せればもう成功だからね、人生は。そこで俺、その働いてた福祉施設が会社にあってからも続いている、その昔は利用者だったんだけど、今は普通に友達になって、福祉で遊びに行って、今も遊びに行っている6つ下の男の子がいるんだけどね、その子はうちにいた時はさ、そのまあむしろその戦略関係、主従関係じゃないけれども、俺が施設の職員で、彼は利用者っていう立場だったけれども、よく最近ちょくちょく遊んで、で彼ギターがすごい大好きで、でいろんなギターのそのコードを自分のスケッチブックにバーって書いて、それと絵を描いて、あと日記でコードブックと、スケッチブックと日記がぐちゃぐちゃになった、なんかスケッチブックみたいなのがダーってあるんだけど、それを見ながら、翔平さんとかって言って、ギターちょっとこれ渡すんで、一緒に弾きましょうみたいな。で、俺が知らない曲がほとんどなんだけど、ペラペラペラって、あ、これラブミードゥじゃない、ラブミードゥやってみようぜみたいな感じで、こうやって、あれ、B マイナーと B シャープってどうやって弾くの？あ、B シャープですね、こう弾くんですよ、みたいな。あ、そっかそっか、そうだったね、って。ワン、ツー、スリー、フォーで、ラビングシュートとかって、なんか歌って、やるんだけど、彼が俺に教えてくれるのよ、ギターを。で、それがね、すごくこう、まあ、いい時間で、俺にとって。で、彼もなんかこう、なんだろうな、職員として働いてた時は、やっぱり俺、電話とかさ、プライベートの時間で電話かかってくるって嫌だったんだけど、今は、その彼とかがさ、こう、何月何日にその
あのブリンキーっていうなんかパンクバンドのライブがあるんで、ちょっと翔平さん行きましょうよとかっていうのなんか、うんうん、細いとかさ、ほうほう、そういうなんか、いやまさにそれだよね。要はだからあの介護とか、ね、うん、あの精神病って精神病なんだけど、うん、なんか僕そういうのを強調しているアーティストが多すぎて嫌なんですよって彼が言ってて、ほうほう、なんか自分の悲しい生い立ちとかっていうのをアーティストが語るけど、そうですよ、うん、もう聞き飽きてるんですよそんなのとかって言って、うん、どうせ精神病なんでしょとか、いや俺も精神病だけど、でも俺もっとそんな話じゃなくて、なんか音楽がどんだけ好きかとか、それポジティブな話しか興味がないですよ。それは痛快だな。マジドゥルーズに、ドゥルーズと同じだね。マジで本当にそうだよな。本当だよ。もうそポジティブな話だよな。いやいや本当、まあ、でも本当にその本人が一番分かってるよね、そういうことはね。俺が言わなくてもそうだよね。いや本当でも社会としては、なんでそうなるかっていうと、まさに、健常者って言われてる人たちが、弱みを利用したいからなんよ。要は、金儲けしたいからなんよ。なんでああいう精神産業が生まれるかって。だ、それに尽きるもん、塾、なんであの塾があるかっていうのも、できない、お前はできないやつなんだって言ってくれることによって、俺はダメなんだ、劣等感を持つことによって成り立ってるビジネスだから。だから変な話、簡単なことよ。それに対抗してポジティブなビジネス、まさにドラッカー式経営システムを作り出しちゃえばいいんだよってことなの言ってんの、ポジティブな、うん。で、全てのアートでも文学でも映画でもいいけど、それなんだよね。要は表現とかも全て、うん、対抗とかなんかアンチテーゼってあんまり意味なくてさ、実はだってアンチテーゼって所詮気にしてるってことじゃん。うん、反対してるとか、うん、取られてるよね。反対してるってことはさ、所詮マイナスだから。じゃなくて作っちゃえばいいわけよ。やっちゃえばいいわけよ。まさに。うん。で、ネガティブな面で捉えてるうちは一生多分何にもできないんだよね。多分どんな人でも。絶対に何にもできない。それを強みに変えない限り何にもできないの。強みに変えちゃいすれば、絶対どんな人でも強みになっちゃうから。それだけの話、強みに変えようとしてるかしてないかっていうだけの話よ。うん。だから、障害ある子がまさにそう、自分で多分分かってるはずなんだよね、障害ある人は。で、まあ、言葉が喋れないとかだったらもうちょっと違うかもしれないけど、少なくとも意思があって、ちょっとなんか、こう爆発しちゃうとかだったらさ、誰にでもあるもの、そんなものは。それない人の方が見たことないわけで。そう。だからかなり、そういう子がわかっ、ただ、そういう人が、まさに機会に触れてないのよね。チャンスに。要は、その閉じ込められちゃってるから、今。社会の中で。うん。で、もちろん、その子さ、落語も大好きで。ほう。なんか、落語の楽しさ俺にさ、すげえ語ってくれるのね。面白いけど、うん、そうそうそう。で、なんだっけ、芝浜だっけ、うん、芝浜、うん。芝浜とか、俺の前で、話してくれんの筋を。話してくれるんだよね。しかもその落語帳で話してくれて、すげえそれが楽しくて、面白くて。まあ、表情とかもさ、なんかわざとやってるのかわかんないけど、すげえ笑えるんだけど、似て、面白いんだよね。なんか吐き出しそうになって。面白い子なんだね、だから、やっぱその人がね。なんだっけ、名前が長すぎる話なんだっけ、ジュゲムね。うん、ジュゲム、ご本人。あれの話とかもなんか、すっげえ面白そうに話してくれて、で、なんか、こっちが興味持たされるんだよね、その落語に。そういう子が教育者になれば最高だよね。最高だよね。ね、本当にね。なんか芸能ってのは難しいのよね、今。要はもう出る出演も限られてるしさ、ところが教育ってもうちょっとハードル低いじゃん、要は。学校の先生もそうだけどさ、別に数学の超プロフェッショナルとかじゃないじゃん、みんな。学校の先生って。だから教育って、まさによく、そこが良くて、そんなに才能は実はいらないのよ、教育者になるには。うん、教育者の重要なところ、もう超名が、名文書ける人とかってあんまり必要なくてさ、そこそこの常識とそこそこの能力があって人を楽しませることができれば、それは教育者なのよ。うん。で、多分愛される能力なんよ。どっちかっていうと。
必要な才能は。うん、なんか愛される能力はないときついとは思うけど、やっぱ愛される能力さえあれば教育者になれるじゃん。その子だって場があればさ、やっぱ語って伝えられるもんな、落語の魅力を。そうだ、うん、そうだと思う。ねえ、いや、もうなんかただ、うん、好きなんだなーっていうのも本当伝わってくるっていうかね。でもいくつの子なの？ずっとしたから24かったね。てか24で落語好きって渋いね。俺も、でも俺も毎日立川の話聞いてんだけどさ、落語。やっぱ落語は面白いっすよ。もうだって、200年ぐらい前のネタをさ、同じじゃん、ネタは。だって芝浜だってさ、それを、まあ、話し方によって、まあ、現代の政治のこと入れたりさ、ちょっと筋を変えたりしてお金取るわけよ。3000円とか、2000円とか。ってことはどれだけこうさ、話のネタをもうみんなネタも知ってるわけね、観客も何回も来てるから、そこでどうやってこう笑いを入れるか、じゃあどうやって喋り方を変えるかっていうのだけでこう磨き上げていくからさ、話ので、すごいね、やっぱ宿るんだよね。俺も落語のあの切符切りをやってからから分かるけど、すごい人は本当に憑依するのよ、あれ、落語家にあれ不思議、あれは不思議だな。もうなんか世界中でさ、だってあんな一人喋りの、一人語りの芸が伝統芸能化されてる国って日本だけでしょ。みんな身体で演じるわけじゃん、世界中の演劇って。落語は観念だけだから、マジで表情と語り口だけだからねで、その中でお客さん全員の頭の中で筋は同じだけど、こうどんどん演出される映ってるビジョンが違うって話だ。映画のフィルムを語り口でやってるような、再現してるような感じなんよ、特別な。だからもう爆発するときはすごいしさ、あの立川談志が毎年大晦日に芝浜って大晦日にやるのね、大体大晦日にやるネタで、まあまあ必ず1時間ぐらいある大ネタでさ、すごい、で人情話だから、泣きの話だからね、しっとりとして。だからまあ大晦日にこう寂しくなったね、でもあのオチはなんだっけ、あれなんだっけ、あ、でも夢の芝居だっつって終わるんだけどさ、そこに行くまでのプロセスでこうどん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 入り込ませる、1時間かけて入り込ませるってネタじゃない、あれも。だからそこにもう全ての落語家の人生が詰め込まれるわけよ芝浜っていう話の中に、言ってみれば。あれができる人でもう落語家は決まっちゃうんだよね。うん。俺好きな話で、まんじゅう怖いっていうのがあってさ。ああ、俺も教えてくれた。まんじゅう怖いは面白くてさ、で、立川談志のまんじゅう怖い YouTube で見てほしいんだけど、すんごくてさ、もう、まあ、話としてはね、なんかみんなで怖いものの話しようぜってな、話になんのよ。3人ぐらい男たちでね。で、俺はゴキブリが怖いとかさ、俺は蛇が怖いとかさ、俺は雲が怖いって話になるんだけど、みんな怖い怖い比べになってて、で、もうゴキブリを連れてこようぜとか言って、誰がキャーっていう声を上げるかみたいな話になってくるのよ。江戸時代ね。帳場で。で、そこである起点聞かせて、俺は怖いもの怖いものって言えばみんな持ってくると思って、まんじゅうが怖えって言い出すのよ。そこがね、肝で、で、なんか、栗まんじゅうが怖いっつって、栗まんじゅう食わせてもらって、最後はお茶が怖いっつって、お茶を飲ませてもらって終わるって、それだけの話なんだけど、要は、その見立てのことを言ってんだよね、仮初めの。なんか俺はみんな自慢するんだ、見栄があるんだって言うんだけど、要はその見栄の中で、みんなバレてて、最後は男も嘘を見抜かれるって、それだけなんだけど、未だに多分現実では、日本の社会の現実では変わってなくてさ、そういうことが。で、だからこそ話として通用しちゃう。だそれが、まんじゅう怖いってのが、要は、なんだろう、学歴怖いとかさ、なんだろう、なんでもいいんだよね、要は。っていう風に変わってって、その、現代でも通用する話になってんだけどさ。それもやっぱちゃんとした人が話すと、やっぱり面白いんだよね。もう、同じ、もう、オチも分かってんだよ。お茶が、今度はお茶が怖えっつの。分かってんだけど面白いっていう。だってもう全部一緒なんだから、要はネタも。ちょっと話で幽霊が出てくるかとかさ、
そんくらいの筋の違いはあるぐらいで、そう。あれやっぱいいよね。だから落語もなんか小学校とかでできるといいけどね。なんかね、やれると。面白い。だから小学校やってよ、なんかこう、教育を。俺もやるから。本当に、やろうよ、もう。変えていくしかないっすよ。俺なんかもう今プリント作ってさ、ちょっともう、年末年始使ってもう、ちゃんと今の言ってるようなこと、ちゃんと文章にまとめて、原稿でまとめて本を送るからさ、やっぱりこう、動かしたいよね。多くの人を、俺は。うん。なんかこう、お金稼ぐっていう意味で。それでもさ、その一番のさ、初期動機みたいなものの、その一番陽太郎の、を動かしてる、その理由っていうのは、なんだろうな、まあ、社会で起こっている問題っていうのは教育。いや、全然そんな関係ない。俺ははっきり、たった一つ、父殺しだって。たった一つよ。自分のね。父殺し、うん。父親が教師でしょ。だからやっぱそれが嫌いなんだよね、はっきり言って。なるほど、ね、うん。で多分教師っていうのに俺なったら多分ダメだから、そういう形じゃない教育っていうのを想像すれば俺は父の機能を殺せるわけよ。それが一番の多分モチベーションだよ俺。なるほど、ね、うん、そういうことよ。で多分ほとんどの人は父殺しじゃないですか。なんか、オイルキスシーマじゃないけど、多分モチベーションとしては。うん。なかなか父殺し以外でね、動けないと思うんだよね。なんか芸術家だってそうでしょ。だってピカソだって親父画家だからね、要は。え、ピカソの親父って画家なの？画家だよ。しかもめちゃくちゃさ、なんか結構アカデミックな画家でさ、で13歳ぐらいでもうピカソが親父より上手くなっちゃうんだよね、絵が。ですげーってなって、もうで芸大も飛び級で入ったりしちゃうから、アカデミーの。もうピカソの場合やっぱ完全あれ父殺し。いや、すごいよ。だからピカソって本当に父殺ししてんだよ、ピカソも。すごいよ。ホセルイス・イ・ブランコっていう父親も、でか父親はピカソが絵上手すぎてやめちゃうよ、画業もう。殺されたんだ。うん。で、まあ、美術教師で食ってくんだけどね。そう。だって、岡本太郎だってさ、父親漫画家でしょ？要は。うん。で、母親小説家だから、あれも父殺しだよ、はっきり言えば。うん。で、どっちかで多分岡本太郎も、やっぱりこう、画家ってよりもファクターとしてやっぱ、描いてる絵も漫画とかさ、どっちかというとサブカルチャーに近いじゃない、あの人の絵画も。質感としては。うん。書いてる文章はアカデミックなものを装ってるけど、やっぱサブカルチャーですよ、明らかに。だからかなり、やっぱ父殺しなんだよね、あの人なりの多分。うん。だから俺も多分そう。で、それを父殺しをちゃんと明確に、俺は理性的に仕事としてミッション化しようと思う。人生において。うん。それは俺のミッションだからね。そう。で、それで、社会的役割で他人にとってもいい影響を与えることになれば最高じゃない。それがヒトラーとかスターリンの場合はさ、それがもう一番ネガティブに言っちゃった例だから。あれ、要は。うん。スターリンなんて お父さんとんでもないやんからね。あれ。なんか虐待されてんだよね、スターリンも。なんか、父親が。そうそう。で、ヒトラーも、親父が美術教師かなんかでしょ、あれも。確か。翔平くんは、もうお父さん、あれ、先生でしょ？経営の。そうそう。まあ、お父さんを超えるためには経営者になっちゃえばいいんだよ。変な、でも、一応さ、お父さんが中央だっけ？そうそう。で、その関係で中央に入ったの？中央行ったのは。いや、まあ、関係でっていうか、受けたんだよね、一応。俺の場合は、中大と明治大学を受けて、うん、両方受かったんだよ、俺。おそれで、いや、まあ、どっち行こうかなってなって、別にどっちでもよかったし、全然大学何勉強したいとこもなかったんだけど、まあ、親父が中大で、会計やってんだけど、親父は。あ、会計士か。うん。そうそう。で、会計士、
いいんじゃんみたいな感じで、もうじゃあ別に今日行こうかみたいな。そっか、全然モチベーションねえんだ大学に。珍しいな。全然なかったよ。あ、そう。陽太郎みたいにさ、うん、その、なんだっけ、何勉強してたっけ？芸術、まあ一応芸術学科っていうところだけどね、玉美の。ああ、うん。いや、俺だからかなり大学って行く気なかったから、かなりモチベーション高く入ったらもう全く9割方さ、そういう人じゃない。なんか女の子多いしね、玉美しかも。本当に半年間はもう辛かったよ。うわ、こんなにレベル低い場所なのかっていう。いやーもう大学終わってるなーっていう感じだったもんな。だから、俺そういう意味でもね、大学も結構やっぱり変えなきゃいけないなって思ってて、変えるっていうのは多分制度を変えるとかではダメで、コンテンツによってモチベーションを上げていくってことにしか変えらんないのよね、多分。で、それはなんか年収とか、こういう勉強すれば年収高い企業に入れるなんてのではもうみんな釣れなくて釣れなくて、本当に人生のためになるよっていう風にちゃんとうまく適切に伝えてあげることができないといけないのよ。で、それは漫画を描くっていうことでもいいし、イラストエッセイを描くことでもいいかもしんない。もう多分テキストだけじゃ誰も読んでくんない時代になっちゃったからね。本当に映像を使ってでもいいし、伝えなきゃ伝わんないかなと思うんだよ、それは。うん、で、多分ね、もう今大学入って勉強するっていうことはしにくいよね、決断として。なんか、うん、1、2年はやっぱり大学入って勉強しないでしょ、正直。うん、いや、まあ人によるだろうけどね。人によるけど、どっちかというと今から入る人たちは勉強するんじゃないかと思ってるけどね。今からの子たちはだって苦しい思いして入って、しかも金ないわけでさ、うん、一生懸命金稼いで勉強のために。だってさ、今すごいじゃん、朝日新聞で今連載組まれてるけど、大学の学費出せなくて風俗で働くみたいなさ、結構普通らしいのよね、もう女子大生とか。うん、うん、で、まあ変な話さ、アルバイトではもう無理だから、もう風俗しかないじゃん、キャバクラとか。学生でも結構月 何十万も稼げるのなんてさ、モデルか風俗業かしかないもんな、はっきり言って。で、モデルも今競争厳しいからね、いっぱい綺麗な子いるから、女の子でね、なんか学習塾とかじゃなくてさ、なんかそうやって稼げる、本当に稼げる仕事ってないもんね、そうやって楽に稼げる仕事で、楽に稼げる仕事じゃないと結局人生も余裕なくなるからね、やっぱアルバイト、あのスキヤのバイトとかじゃさ、コンビニのバイトとか、なんか倉庫版のバイトとかって、あれ結構深刻に多分労働と学びがもう直結しちゃってるよね、今ね。で、多分もういい学校行く子はさ、学びでそういうさっきみたいな機会にアクセスしてるから、例えば NGO で働こうとかさ、もう次のつながるインターンとかにもう直結してんのよね、学びが。うん、で、そういうのをなんか知らない貧乏な子はもうキャバクラかスキヤかコンビニかみたいな、もう選択の幅狭すぎるだろうみたいな。うん、だから、なんか仕事の話っつうんだったらみんな結構さ、3000円とかでも取れるじゃない、次の仕事の。そういう仕事っていうのを契機にした教育でもいいかもしれないね、これからの仕事みたいな、次の仕事。いやー、だから結構なんか、うーん、ちょっとあれ、教育と仕事っていうのはやっぱ切っても切り離せない関係にあるなっていうのをやっぱ言いたいよね、めちゃくちゃ。で、学校の勉強をさ、ああやってつまんない仕組みにしてあるから、みんな勉強しなくなるじゃん、日本って。そう、金持ちしか勉強しなくなるもの、これ。そりゃどう、だってヤンキーになったらマジでもうこれから先仕事ないぜ。昔だったらエンジニアとかさ、ヤクザになるとかあったけど、山口組ですら分裂しちゃったんだよ、もう。今年。なるほどね。もうだから、ヤンキーで食えない。そういうことで、だからちょっと前だったら、トラさんとか高倉健のさ、あのシチュエーションってさ、そういうはぐれた人が食っていけてたわけじゃん、日本って。トラさんみたいにさ、学がなくても口先だけでさ、
ところがもうこれから先学がない限りもう食っていけない社会なんだもん。きついよこれは。これきついっすよマジで。コンピューターのプログラミングできなきゃ食っていけないとかさ、そのドラッカーの経営学学んでないと食っていけないっていうんじゃ、もう学んでない限りさ、お金が作れないんだもん。どうしようもないでしょ、そうなると。そう、それきついっすよね。それでそうしないようにしようかなっていうのが一つあるね。うん、まずだから、まず翔平くんから翔平くんからまず伝えたいよそれを。いやでも変な話ね、こういうのってね、マスじゃ無理なんだよね、思ったけど。いや、そうだよね。さっきも、あのさっきも翔平くんがまさにその子とさ電話するの嫌だって言ったじゃん。で多分でそのマスの関係とか施設の関係ってやっぱりこうあるじゃん、なんか垣根が。あるある、あるでしょ。でまさに学校もそうだと思うのよ。あの学校っていうものの場がそういう抑圧の機能を持っちゃってるじゃん。スーツ、背広だって、相手が背広着ててさ、こっちはなんかツンツルテンのなんかフリースみたいな感じでしょ基本的に。で、あの中学校高校行ったらさ、こっちが逆に今度制服でさ、爪入りとかので、相手がなんか背広着てるわけでさ、そのユニフォームの時点でもう主従関係ができちゃってんだもんで学校の外出ればさ、実際は女の子だって綺麗な子もいればさ、ねえ、教師だってダッサいやつ多いぜあれ普段は。本当に教師って普段の、もうあれ教師ってね、うちがそうだったから言えんだけど、本当にユニフォームなんよあれ。警察とかと一緒なのあれ。何にも中身なくてもあのユニフォーム、背広を着ることによって偉く見えるのよね。警官と一緒の効果なんよあれ。だからユニフォーム着るだけでいいのよあれ、実は。仮面としては何にも別に役に果たさなくても、教師がこう抑圧することによってみんな机に向かって勉強するっていう役割なだけなんよ、今の公立の学校の先生は。かわいそうだけど、求められてることがね。で型通りの勉強を教えてればいいっていうことだけだから。で俺としてはなんかこう、その効率はいいんだよ、効率はいいんだけど、もうちょっと効率の規模を縮小してね、もうちょっと外の時間に当てなさいよっていうことなの。自分の時間とか自分の研究とか外で勉強したり遊んだりすることに当てたらいいんじゃないってこと。それ塾でもいいし、うん、 NPO を使ってくださいっていうことで、 NPO がまずそのチャンスの仕方を教えますよっていう、そっからやっていかなきゃいけないなと思う。うん、まずだから親と教師から変えなきゃいけないんだよね、本当言えば。うん、子供は多分みんなもう、あの知ってるから。でも親と教師ってやっぱ変わんないよね。あの翔平くんも多分親になったらさ、結構変わっちゃうと思うんだけど、やっぱ我が子って可愛いじゃない、絶対に。だから学校の先生には我が子だけは優しくしてほしいと思っちゃうものなんだよね、多分親は、原理的に。ところがさ、学校の先生としてはさ、こう厳しく扱わなきゃいけない場面も出てくるわけ。そうだよね。うん、でそうなった時にバシーンって言ったりすると、もう今子供も知ってるからさ、親に言いつけて、で親ももうちゃんとルート知ってるから、教師に言わず教育委員会に言いつけて問題になると。ちょっともう切れそうだから切るけど、はい、まあ、じゃあまた、ちょっと、うん、そのうちね、はい、はい、はい。